はい、ひたつきまは清水です。本日はですねまあ増税する政党これは自民党公明党ですよねでも立憲民主党も減税方向ではないわけですよでじゃあ減税する方向性といえばやっぱり令和新選組、まあ、あと共産党も消費税をね3年間ゼロとかっていうふうにこうあじゃあそれ社民党か共産党は廃止を目指して当面5%とかっていうふうにこう言ったりとかしていてなんかねなんだかんだ 増税掲げている要するに減税しない方向性で掲げている政治政治党の方が今は大人気でございますこれはあのなんだかんだ自民党公明党まあ与党まあ過半数割れるかもしれないと言われていますけどそれでもまあ3分の1とかになって野党確実転落とかではないわけじゃないですか。でその受け皿となっているのがまあ立憲民主党なわけですよね。うん でこの立憲民主党に関しては消費税に関しては減税は掲げてなくってまあなんかえー、っと還付するって一部還付するってなんかもうふわっとしたまあほんまお前減税したくないそういうのもしたくないんやろっていうことが見え見えなわけでございましてどうしてそんなにみんな増税がお好きというところをですね、えー、話をしていきたいなと思うのと。 まあ例は新鮮組がその中でね消費税ゼロを掲げていてですね、えー、ずっとこう言っててまあこれは増えていっているとこの状況について、えー、安住さんと話をしたいなぁと思っておりますよろしくお願いいたしますはいどうも、えー、今回は発狂しないように撮っていきたいと思っております <laughs> はい <laughs> いやーまあねあのー、増税とか減税の話をねあのー、ちゃんとね えー、するにあたっては当然、えー、消費税がね全体の何パーセントで法人税がいくらで所,あ、ね、所得税は何パーセントかっていうね、えー、話を頭に入れた上で減税増税の話をされている人はまあ変態です。<laughs> 変態ですはいでもまあなんとなくざっくり分けると消費税が減るとちょっと生活楽になる支払いが減るからね。 でもんあの、消費税ゼロにしちゃって財源が不足してあ年金とか社会福祉とかどうなっちゃうんだろう怖いわこれはもむすごいざっくりした分け方ねざっくりした分け方の中で増税を望んでいるあるいは消費税減税しなくていいと思っている人々っていうのは いやー消費税確かに下がった方がいいかもしれないけどとはいえやっぱ社会福祉とかその国の財源がなくなるの怖いわこう思ってるってことなのかな安富さんそれとも特に深く考えてないのかなでも深く考えてなかったらなんか税金なんか安ければ安い方がいいやっていう方向性にいきそうなもんですけど、うん、そうですね私前から主張してるんですけどもう,もう消費税とかじゃねえ税ゼロ。<laughs> <laughs> 税金廃止しろそういう政党を作ったらどうかなと思ってるんですけど、うん、いいですね多分なかなか受け入れられないかもなでもねリアルで考えると現在でも交際費っていうのが、うん、歳入の34.3%だそう 3, 3割以上占めてるでしょ、うん、ってことは100%できんじゃないですか <laughs> 要するに国債だけで賄うと <laughs>、うん、税金ゼロ全て国債 まあ直ちに IMF からの評価がだだ下がり格付け会社からだだ下がりでドル円レートはまあ300円とか500円になるでしょうね知るかとトルコを見ろと通貨が下がっても GDP 上がっとらないからあっちでええよボケでもう税金なんかめんどくさいじゃないですかもう一切ない方がいいに決まってるよねうん、うん、だからもう国債だけでやるとうんうんそしたらでもさ多分あらゆる世界中の企業は日本に移ってきます <laughs> そう。 うんどうなんでしょうね <laughs> ちょっとさすがにとんが何すぎてか怖かないでねか何するか分からないじゃないですか突然財産没収とかしそうだし <laughs> そういう気はしますなまあ,、ね、あのー、なんでなんかねなんだかんだ不思議なのはそ<う><在>だから税金じゃろうとか言いに決まってるじゃないですかそういう短期的試合やったらそう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 政党出たってなうそ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 う 令和新選組がじゃあ,あ消費税ゼロって掲げて50議席、うん、取ってないんだよね別に取ってないよね、まあ、じわじわ広がってるけど、ね、まあ3から6か7になりそうっていう、うん、でもじゃあ消費税を多分まあほ,ほとんどの人は消費税を下げて代わりに法人税を増やしてくれるんだろうとか、うん、あるいはその金持ちのねの累進課税を8割にするそういうふうにして賄ってくれるんだろうと思ってるんですよねぼんやりね そうなんのかなそれも考えてないのかな分からんでもん本当になんかそんな数字とかよく分からへんしでここに出してるそのく財源とかのがもうよう分からへん分からへんって言う路線やったら消費税はもう税金なんか減ってった方がいいじゃないですか。でもゼロにも所得税もゼロ消費もゼロロに所得法人税だけガソリン税もゼロ資産税もゼロ相続税もゼロ動様税もゼロ、うん、にはならなくってなんだかんだ。 うん、税金1杯とのほうはやっぱり入れちゃう入れちゃう,入れちゃうんですよ。うん、ということはやっぱりさすが税金ゼロとかってやっぱりちょっと無理かなってみんな思ってるんですよ。そうなんやね。うんそらくは。でもでも財政は破綻してるんですよ。まあ特に破綻してます。<laughs> だったらもう。ちょっとぐらい税金となって破綻するんだったらもうゼロにしたほうがええやんけと私は思うんですけど。<laughs> うん、そうね 消費税も法人税も所得税もモナリザも全部売ってる。うん、うん、もう自前で政府やります。お任せください私た、うん、っていうふうに思うんですけど。うん。市民さ side で何とかするでしょ。まああの国家権力さえあれば何とかなるな思いません。<か>いや国家権力とかっていう名や優しいもんじゃないですもん。<laughs> 議会制民主主義廃止、天皇制廃止、代用ですよ。それだったら考えてもいいけど。<laughs> 税金ゼロで代用はね。なんとかできると思いますよそれそれだけやったら。なんかなりそうでしょ、うんで。そんなバカなと思うかもしれないけどでもだっただ資産がさ国って資産が何百兆円もあるんですよ何千兆円とかあるでしょ。こいつを運用したらさ年間100兆円ぐらいなんとかなるやろっていう。GPIF とかさなんか100兆200兆しか運用してへんのじゃなくってもう日本国が持っているすべての資産を運用する。 まあ運用できるわけですよ、うん、国というの、うん、そのちゃんと運用すれば100兆円ぐらい国が自分で目指さないわけがないだろうと。うん、それで国民は全部養ってやる。うん、それでどうだい任さないか、私に。でも多分それは多分人気ないんだよね。ないんだと思うんですそんな人に、わーって入れて、政権取るとかって、できないじゃないか、うん。だから今人気があるのは。うん 立憲民民主党と自民党とと自国民と公明党なんですよの、うん、基本的には税金を増やしていってなんでもさそんなあんなやつらがさ税金を引き上げていってそれで自衛隊とか軍事費2倍にしやがってそれで国を守る何を抜かしとんじゃん自分ところのハラスメントもどうしようもない組織が、うん、とかそうなんよね。で今回一番人、うん 伸び率として高いのが国国民民民民主主なんですよは実質賃金がプラスになるまでは当面5%って言ってるんですよね、うん、消費税を。でまあこれって消費税のその趣旨にかなってるものですよね。不景気な時はやめておいて景気が上がったら伸ばしていくっていうこの税をこういうふうに。 変えていくっていうのはいいと思うんで。なんか。あれめっちゃめんどくさくないですか。コストすごいよね。でもコストすごいけど。も、ま、う、あ、別に。その京都明日で帰るわけじゃなくて、一年ごとぐらい。年、うん、単位ぐらいですよね。帰、うん、れば。三、うん、年に一回ぐらいですね。に帰ればいいと思うから。だから。まあ、ここういうこと言ってるところが伸びてるっていう。う意味は。うん。 例えばあんまりめちゃくちゃゼローとかっていうのは景気はいいけどちょっとなみたいなちょっと下げますよちょっと、うん、このぐらいねまあちょっと,ょっとこのくらいの期間 5%, 5やから結構でかいと思うけどでかいけどまあ、うん、この期間は、ね、実質賃金が上がったと私が思った瞬間にやめるからつっつ、うん、でもそれが伸びてるっていうことはね多分、うん、今までなんだかんだ日本は消費税減税を掲げているところに人気はなかった。 なかったねけどみんなそれいいようになってきてる。うんうん、だか増税路線が厳しくなってくる一つの前兆ではありますねこれは。それ何でかっていうとその財政安定派の人たちっていうのは。 まあやっぱり多少消費税とか所得税とかあったとしても将来不安やし老後とかも大変やしまあやっぱりきちんと運営してほしいっていうふうに思ってるわけですよね。でも目の前もうやばい、うん、米高えってなってきたら多分減税方向に傾いていくと思うんですよ。だからまあ中間層がだんだんやっぱどんどん減ってきている現象の一つなんじゃないかな。うんねうん その気がするだから,でもだからと税金の比率っていうのはだから税金税金なんか何に決まっ何っ何に決まってるやんっていうふうになっていないところが私はすごい興味深いんです。それはやっぱりゼロになっちゃったらさすがに病院どうするの老後どうするの 任せなさい私あ<の> <laughs> そこが不安なんちゃうそれ以外考えられへんよね <laughs> だってその不安はないですって言うんやったらうん、うん、税金なんかゼロの方がいいに決まってるっていいに決まってるし、うん、実際だからさいやだからその19世紀の初めぐらいの為政者の常識で言ったら現在の政府はもうありえへんと思うようんなんか天国に見えると思うねあ何やってんのいやか、えー、そんのそなに <laughs> 借金まみれてるで,維持できんのあんたらみたいなプラスそんなに税金取って大丈夫なんていう感じもするそれでそんなにばらまいてやっててえ、うん、えーみたいな感じで、うん、想像を絶する世界なんですよきっと、うん、でもな成り立ってるじゃないですか,、うん、えからっていうかってことは全然別の想像の絶する世界も成り立つはずなんですよで簡単ならだからですよねあのまあ産油国とかさサウジアラビアとかああいうとこって長らく税金ゼロだったりしましたからね で日本国のこの日本国のねこの神の国のですね美しい自然、うん、豊かな文化こういうものを資源としてちゃんと使えば産油ご覧が目じゃねね税金なんかイラん。ただあの一応豆式として皆さんに伝えておくと最近サウジアラビア財政危機に陥っております。 あいつら、王様めちゃめちゃしてるちょっと王様がめちゃめちゃすぎると、石油がゴボゴボ湧いてても、ちょっと無理っていう。<laughs> でそう考えると、<laughs> んそんなもん、使えませんよ、もう。本作読みだよってことは、やっぱりせ、せあんだけ資源があってもね、<laughs> うん、うん、うん、ダメなんやなっていう。そうね、あれず国としてはめちゃくちゃですからね、今後がね。いや最悪や。うんうん まあのそういう意味では、えー、っと石油資源はもう埋蔵量は世界トップクラスなのにも GDP が低い挙句の果てに犯罪を置きまくりベネズエラという国もありますからありますねベネ <laughs> だからそう考えるとやっぱ大事なのは政治家だよ。 だからめて重要なんですよ、ね no、税納税がきちんとさ税金がされてもいいねあるいは税金がゼロでもいいっていうのはあんま実は関係なくってうん、うん、っばどういうトップが上に立ってるかっちゅうことが大事なんやろうな、うん、だからで今だからそは本当に日本の政治の危機だと思うのはね、うん、その長らく国民が信頼してきたこの国家システムがさ、うん 実はクソインチキなんじゃないだろうかという疑いがこう広がってるわけなんですよねまあ疑いはだいぶ広がってますね裏金、ね、<ー>問題は一部の議員だけで、えー、他の政治家は真面目にやってるんですとさあないな、うん、それで特にだから官僚がね、うん、政治家はクソでも官僚はしっかりしてるっていう神話はもうだいぶ崩れてきましたよねいやそんな神話昔あったね昔あった今持ってる人いるのかな 持ってなかったら自民党に入れないと思うよああ、なるほどでも日本中の官僚地方公務員公務員はもう無能でどうしようもなくなっておると、うん、で、そういう奴らを雇うために税金を上げていく、うん、賛成。<laughs> 確かに無理じゃねなんか家も末だなって思ったニュースこれですけどね<笑><笑>うっ金融庁に出向中の裁判、えー 金融庁に出向中の裁判官がインサイダー取引。<laughs> 金融庁のガバナンスもなってない上に裁判官の資質としても疑われなおかつ東京証券取引所の職員と一緒にインサイダーやろうぜって組みかつその東京証券取引所の職員は親戚にそれを漏らしてみんなで儲けようってバレたっていう,もうおおだから黙ってやれっだっていうかいやせめてインサイダーやるんやったら。 自分だけでやらんとバレるでっていう。だか <laughs> っ言ってたらかんそんなもうどうでもいいところのアドバイスをしなあかんレベルで悪事すら働けないレベルにこれあのそうそうこれが国家関与これがあのあのあ上級国民の皆さんでございます。そ,それで,あので防衛費2倍でしょその2倍になった防衛費が突っ込める自衛隊はさ、うん、この金融庁よりはるかに優れてるんですかいや優れてるでしょ。素晴らしいと思いますよ。 なんかあのー、訓練中にねそういやあの訓練中射撃訓練中にさ若い自衛官が教員をどんどんって打ってやっちゃったニュースありましたよね最近もっと面白いなかったよ何何なんかあの断層がなくなったら訓練がなくなると思ってチョロまかしてあげられたりしてますおおなるほどお<う> <laughs> だからその訓練がきつくて嫌だからうんうんうん断層がなくなったらいいと思ってみんなで隠したっていうおおすごいじゃないですか

訓練中に18歳の自衛官の候補生の男性が自動小銃を発砲して男性の隊員がな2人亡くなって1人が大けがと。うんうん、これまあどう考えてもいじめがあったんですよ。うんうん、でいじめがあってふざけんなずダダ,ダダダってなって、うん、で隠蔽してますよね。うん、素晴らしい予算2倍まあのハラスメントで根絶するんそもそもびっくりなんですけどそれ。うん それで相談なんていうの特殊なそのチームを作ってさいろいろ聞いて回ったら、うん、告発した人がお前,お前退職しろとか脱力かけたりしてるっていうニュースも流れてましたから「全然根絶なんて不可能だろうよねそれ」<laughs> うん、<laughs> 言っただけでそういう目で会うとかまあしょうがないこれにこれにさそれ何十兆円とかつぎ込んでこれで日本は安泰だって思える 1943年に戦艦「陸奥」がいじめられたね歌手艦がイラついて爆破したんですよ。陸奥、うん、だったっけあれ陸奥です。陸奥<ー>。まあほかにも何個か。金剛とか金剛ってなんかいなかち,ちょっちょなってるよね。なってます。でそれはあのいじめ。うん長官のいじめでね兵隊側の火薬庫に火をつけてそれ吹っ飛ばすっていう事故が何回も起きてるんですよ。<laughs> どうですか、信頼できる日本軍。素晴らしい、ならい。あれは、あの、大日本、大日本帝国の頃やから、違うって。<laughs> って思えんよね。思えん。んなあ、政治家も腐ってて。うん。金をも腐って。金も軍隊も、でも腐ってると、する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 じゃないですか。うん、それで増税路線に賛成するっていると思う。うん、ってことは。政治家は。うん。 まあ変なやつもおるけどまあまあ頑張ってる真面目な人もおるはずや公務員も、うん、いやさすがに安倍晋三あそこまでアホやけど公務員は賢いってえったまにおるけどみたいな、ねうん、東京大学新聞のえ何東大生卒業先ランキング人気1位は3年連続で楽天楽天以下なの今の公務員の人気っていやでも大丈夫大丈夫公務員は人気ない頭いい人いるはずや でまあ、信じてると、うん、まあ増税してもいいか増税のところでもお<い>ままお任せしようってうお任せしたらいいっていう考えですね、うん、任せしたらなんとかしてくるはずや、うん、でもそういう国家官僚とかのシステムは表面的には真面目やってるように見えるかもしれないけどトータルに考えたらトンチンカのことばかやってんじゃないだろうかって疑い抱いたらさ、うん、増税には賛成できないと思うんだよねいやーできないでしょう 税金頼むからい減らしてくれって言って国家,、うん、国家権力の規模を小さくしてくれないって,って怖くてやってられませんって、うん、なると思うんだけどだ少数派ですよねそういうこと言う人は。うん、だって令和新選組を支持してる人にしたってさ、うん、そんなこと言ってる人はいないよね。ちゃんと山本太郎がトップに立てば日本国の官僚システムは正しく作動するから、うん、体制をどんどん膨張させて日本を救うことができる。こういうストーリーですね そうねうん、だからそこを疑ってる人ってやっぱり少数だと思うんです、うん、だからやっぱりそうなるとそんなゼロとかよりもやっぱ多少は消費税も取っ,てぐらい取ってちゃんとやってる方が何かと安心だってみんな思ってるってことじゃないかと思うんですよね。間違いない。間違いない。でそこをどう清水さんはどうですかそうお考えでしょうえまず私が考えているのは年金廃止。 医療費配信 <laughs> 医療保険、えー、医療保険廃止大丈夫おかんの面倒自分で見るから <laughs> の自分のロゴも自分で面倒見ますであのなんやったら私の弟の夫婦とか家族の分も廃止していただいていいですとみんなでなんとかやっていきますで自分のロゴはまああのちょっと私今結婚してて子供もおらん結婚もしてへんし子供もおらんねんけどでもなんとか仲間を作って。 何とかしますんで、もう全部税金ゼロ、その代わり、あの、まあのま警察分ぐらいは払いますわ、警察裁判所分ぐらいはっていう、うん、もう小さいせい、まあ、いわゆるこれ昔の言い方で言うと、夜景国家と言われてる、はい、モデルまでちょっと縮小してほしいんですけど、うん。っていうふうに。っていうか、あのすごい私、疑問なんですけど、自分の親の面倒とか、自分の老後は、 なんかえむなんか昔の昔っていうか私はおばあちゃんぐらいのイメージまでですけどなんかみんなで支えるもんでしたよね。もちろんそうです私もあのおばあちゃん倒れたりとかしたらまあ当時その長浜草,、えー、草津長浜って遠かったけどもうん、うん、やっぱり支えるためによく母親も行ってたし私も子供ながらに行ってなんか手伝っててでもなんかもうそういうのってなくなってて。 どちらかっいうと家族には頼らないのがな,なんか美徳みたいになってますよね。うん。うん。でもそれなんか人類の仕組みからするとだいぶ寂しい老後やでって。うん。どちらかというとね、子供にと喧嘩もするかもしれない、いろいろあるかもしれない。だけども家族きちんとみんなで頑張ってて <laughs> で最後死ぬ時も家族に見取られてで家族に支えてもらって。 えそこに国家が「えあ何金さえ払ってたら老人ホームぶち込んで OK なの?」ってなんかそれはなんかすごい不自然ななような気がする、うん、でもまあそれが正しい国家像ですよね現在今のところはね今のところはもうなんか親の側から「もう迷惑かけへん子供に迷惑をかけない自分で老後の貯金は用意した老人ホームに自腹で入った」 わあ、偉いみたいな感じじゃないですか。うん。なんか。ちょっとか、あれにまずそもそも、あの、以上 <laughs> しっくりこないです、私は。お、やっぱ、中曽根康弘が同じこと言ってましたね。うん。福祉とかやると、家族の絆が失われて、崩壊するから、いかんのだ。と <laughs> お。そんな立派な。言うんやったら、お前、原子力もう入れんなよ。<laughs> なんかそう、<laughs> そのために、原子力る。ああ、いいか,分からい。<laughs> <laughs> 原,子原始の火でやるんだみたいな <laughs> 原始の火で家族の気持を養うんだみたいな。でもだからその家族モデルがやっぱり常に最悪の結果に終わるというやっぱり長らく長い経験がやっぱりあってで。家族モデルでやるととってもつもないひどい人生になるという。うん うんまあ、私も家族モデルでは悲惨な人生を歩んでおります <laughs> 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 あの私今みたいなストーリーを話しましたけど基本あの父親に子供の頃捨てられて、うん、親戚は最悪でとかっていうでお母さんシングルマザーで苦労されてとかっていう<ー>ですけどもうでも家族って基本自分で支えるもんじゃなかったっけっていう。 うん、疑問があるわけですよこの「私」ですらだけど、うん、でもそのもしこれ言うともうなんていうか超保守主義者ああ保守です、ね、おなかすい人レベルやこいついやでもでもじゃあ私はそれでもいいけどそうはいかん人たちいっぱいいるじゃないですかいっぱいいます、ね まあ、だからやっぱり年金とか維持してほしいっていうなんか多いんやろうね。なんていうかねだからどうあのなんか、まあのー、スガーリーがねうん次女長女次女,女、うん、まさにそのそういうことを彼は言おうとしたたと思うんですけどだって俺スガーリー好きやもう一番最近のまた自分で支えて家族とか親戚とか友達とか。 ただ、姉を総理大臣が言うのは俺、やばいと思うよ。そうなんしてくれよ、お前、もう国は無理じゃーっ <laughs> 私はシングルマザーで育ってくれたお母さんありがとう、を年金も少ないよね、うん、一生懸命支えるよ。で、自分はの老後、子供がいなくっても、まあなんとかするしかないよな、これは、私が私に課していることですよ。うんうんうん それやってじゃ <laughs> おいそうしてくれ,それはだってさあの親が互角犯罪人どっちもっていう人もいたりとかそれに近い人いっぱいいますよ、ねねうんで。あるいはなんかクッソ最低な親だったりあるいは逆に子供がクッソ最低ですとかっていうのもあるでしょうよ。うん、そういうのに対して「いや家族仲良くやろうよ」てかってそれはやむそれもなんかちびとろの争いになるだけでしょうっていう。うん そこにダイレクトに国家権力が介入してなんとかそうやっただそこにはそれとつながったコミュニケーションの中で解決する人が入ってこないといけないんだけど、うん、そういう介入のパスがないじゃないですかとりあえずあの税金さえ納めてくれれば順番待ちですけど、うん、老人ホーム突っ込めますうんあと絶対来るからとかさ <laughs> そ,れそれじゃあねそ,うそのその間が飛んでんですよ、うん、日本国は。 で誰かが困ると周りの人が支えるとかっていうのを連鎖の果てに最終的にこう国家システムがそれをこう支えているっていう、うん、本当に穴が開いたら手を,手を突っ込んでくるっていうならまだ分かるんだけどもうないからね、うん、いきなり国にゴーンって持ってくるそ,う、ねうん、それはやっぱり原理的に破綻するんでしょうね、うんうん、でも無理なんじゃないかって気がするんだけど。 まあ、その問題その問題に直面してるわけですよ。別に日本だけじゃない。あらゆるあらゆる国がそうその通りだと思う、うん。その間のネットワークをどうやっては再生するかっていう、当然と難しい問題に直面しているという認識があれば。ないね。<laughs> あれば。展望があるじゃないですか。あればまず 自民党とか公明党とか立憲民主には入れないでしょう。<laughs> というかもうそのコツメをいわゆるその政治っていうものに関するその原理とか考え方が本当考え直さないといけないです一からね。うん、全然違う方法である人間とその周りのコミュニケーションが見たしてしてそれでその果てにこう国家システムがあってみたいなやつこれどうやって伝えていったりとそういうことを考えないといけないんだけど。うん それが問題としてあるということを認識すること自体さなんか反社会的なな感じじがするじゃないですかまあ今更感はありますけど、うん、まあそもそもな,なんで俺がリベラルだって誤解されてるのかもちょっとよくわからないし <laughs> こう安富さんもなんかリベラルとかとか左派とかっていうカテゴライズされてて、うん、いやいや、まあ、我々どちらかというとなんでしょうねうん。うん

うん、っていう考えのもとででも今はその崩壊していく過程の中でどういうソフトランディングがベストかなという風に考えてるわけですよ。でも多くの人々は国家国民システムというのは基本は盤石であるとうん、うん、ただし虫食ってるような裏金議員がいるこれをつまみ出せばうまくいくこの前提があるとですね うん、まあ右翼とか左翼とか保守とかリベラルっていう枠組みの中で議論ができるんですけどまあそれ持ってないからねそうね、うん、いやもうもうだいぶ前にもうだ,だいぶ前っていうか一回,回でも成り立ったことあるんかいって感じですけどなので選挙ネタ疲れるんだよね <laughs> 疲れるよねむな <laughs> しい、ね、疲れるんですよまあでも行った方がいいと思うよ <laughs>、うん、行った方がいいと思う ソフトランンディングさせるたためにも一応行った方がいいいとは思いますね、うん、でもやっぱ国家システム全体がやばくなっているっていうまあ、多分石井後期ね、うん、という暗殺された民主党の議員さんは明確にそう考えてました。うん、でそのソ連に留学していて彼はねソ連というシステムは完全にそういうふうにその官僚システムより完熟されていてね食い、うん、荒らされていて。 ポンコツになってて間もなく崩壊すると思って帰ってきてで帰ってきて日本を見てやそっくりだなソ連とと思ってこれやばいっつって国会議員になってそこを調べてたらある日自宅でグサリ恐ろしいな恐ろしいねなので国家システム万歳で締めましょう今で言ったら情報番長であるというのは政治家だけであるバカな官僚もたまにはいるたまに ね裁判官が金融庁にインサイダー取引とかで行っちゃったりとかする。またまにたまに。たまに,たまに,たまにあの自衛官があの練習中にあの上巻をドンドンドンって撃ったりとかもするけど、まあもうみんな忘れた人はたまたま、全部たまに。なので、大丈夫。選挙に行こう。展 <laughs> ああ望を感じないから、やっぱあれやな、税金ゼロにしたるから私に任せなさい。人気出ないんですよ。 <laughs> なんか税金今日の動画の視材者は税金取る方がなんか人気あるよねっていう。<laughs> 人気きちんと税金を取った方が人気あるよね。まあすよいやまあそれでなんとかなってきたっていうのはすごいこと,、ねうん、いことだと思いますし、うん、でこれが急に破綻するということもないとは思いますが、えー、徐々に崩壊の過程にはいくんじゃないかなと思ってね。 それがまた徐々に行くとね徐々に徐々に徐々に行って大体ある一つでドーンってくるんですよこれがね徐々にだ徐々にダメになってくれるならいいんだけどさそれだってあの安みさんはい私も離婚しましたけど安みさんも離婚してますよねああ落ちましたようんあの徐々に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 ダメになってふわっと別れられましたかいやそんなわけないそんなわけないですよねもうぎゅうぎゅうまでもうなんとかギリギリで でバーン行 <laughs> くじゃないですかぜひこの皆さんののにこの本を載せて伝わ生きゃんでいただきたいですね <laughs> だから皆さ出されてきたらもう <laughs> そんなねそんな、ね、徐々にダメになっていってするなんてい,いかないでもう人間の離婚とかでつらですよもう大変に耐えてこかんですから一 <laughs> 億人おったらどれなんどんな距離なんでしょう一億人分の離婚 お、うん、一気に起きるよりもひどい顔でそ,それを毎日私はビビって <laughs> それでさあじゃあ選挙に行ってなんとかならないいやそういうことじゃなくてうんまあでもいいんじゃないかなはいまあ今回も結局発狂度は少なかったけどなんかもともとの趣旨は増税するところがねあの人気あるのになんでかなっていうところからスタートし,ましたうーもちょっと解明されましたね増税するとこ人気がある理由は人気がある理由はみんな一応国家官僚システム国家システムを信じている ちゃんとしてると思ってるっていうまあ騙し騙し回ってはいるんですけどガーサービになるんじゃないかなと思いますいいなわけで今日も楽車じゃあね